リアルタイムで当時をご存知なら、1983年9月に登場した三代目シビックの斬新で、垢抜けたラインアップに注目したことだろう。いわばそのシリーズとみなしていいのが、シビックより一足早く登場した初代のバラードスポーツ CR-X だった。新ジャンルの到来を予感させた CR-X。X 当時のカタログを開くとデュエットクルーザー、二人の自由のために、のキャッチコピーが目に飛び込んでくる。大盤のカタログ自体、車のそれというより、ファッション誌の広告のような仕立てで、いかにも目を楽しませる風のユニークさが目を引いた。さらにページを進めると新世代へ、FF ライトウェイトスポーツとあり、 新ジャンルの登場感も表現。ページの色使いがビビットなこともあり。こちらの気持ちをワクワクとさせた。車そのものはワンダーシビックとベースを共用。ただしホイールベースは 2200mm に切り詰められた上。サンドアのシビックは 2380mm。エロライナーシェイプと呼ばれたボディは、 CD 値 0.33× 全 A 投影面積0.56とした小さなノッチのある立ち落としたリアセミリトラクタブルライトやリアポーターウィンドには3次元曲面ベントガラスを採用乗用車では世界初を歌ったルーフベンチレーション仕様も用意電動アウタースライドサンルーフも世界初の自慢の装備だった インテリアは2プラス2で、プラスアルファのリアシートは、カタログでは1マイルシートと呼んでいる。バーグラフのタコメーターと数字で、表示されるカラード液晶デジタルメーターも設定された。ライトウェイトスポーツカーらしい俊敏な走り。サスペンションはフロントがトーションバー式ストラット。リアがトレーリングリンク式ビーム。 リアには低圧ガス風入ダンパーも採用した。車両重量はシリーズで760から8 2 5ラムと軽量な上。前後、サスペンションともにジオメトリーにこだわり。ライトウェイト、スポーツカーらしい俊敏な走りを実現している。エンジンには当初1.3リットル、1.5リットルを設定。1.5リットルには F1 譲りの。 燃料噴射システムの PGM-FI 1.3リットルにはアルミ台キャストギャブレターを採用さらに1984年10月には F1 テクノロジーが投入された1.6リットルドアの ZC 型エンジン搭載の SI がシビックとと共に登場 CRX ではパワーウェイトレシオ 6.37kgPS リッターあたり馬力 84.9PS リットルを誇った。